荻田勘はすぐに見つかると思いますわ。今大阪中に緊急手配しています。とりあえずは堀江博史さんへの暴行、殺人未遂容疑での重要参考人ということですけども、でもまあきっとパク・ミレイさんの件では引っ張れないでしょうな。どういうことですか。さっきも話したでしょ、あの荻田っていうのにはパクさんとの間にトラブルがあったって。それってパクさんの死を解明する上でも重要な事実なんじゃないですか。せやけど例の件はもう自殺でほぼ固まってますからね。なんせ警察の方針としてパク社長を自殺と断定しちまった手前、その情報だけで再捜査というのはちょっとね。そんな、さっきの現場には銃を持った本職の連中までいたんですよ。何かないと考える方が逆に不自然だ。まあそれも含めて荻田を捕まえれば明らかになるでしょう。この先は我々に任せといてください。素人さんが首を突っ込めば危険なことにもなりかねませんのでね。それでは。どういう話でした？警察はあくまでパクさんの死と荻田は関係ないっていう見方のようだよ。そうですか。ああ、買い出し行ってもらって悪かったね。花ちゃんがいないとろくに飲み物すら事務所に置いてなくて、人気アイドルにこんなことさせちゃっていいのかな俺。気にしないでください。私ただの高校生ですから。それよりこれからどうします？そうだな、警察が荻田を見つけるのを待つなんてのは消極的すぎるね。ええと言って俺たちで警察と同じ動きをしても意味がない。他に何かやれることがあればいいんだけど。あの秋山さん、人弁士って知ってますか？いわゆる偽造屋のことでしょ。またすごい言葉知ってるね君も。昔私が初めておじさん、あ、桐生さんに会った時、そういう仕事をしている人がいるって話を聞いたんです。ずっと社長の遺書のこと考えてたんですけど、蒼天堀にもきっとそういう人たちがいるんじゃないかって。まあ確かに素人じゃ多少の真似事はできても警察の筆跡鑑定まではごまかせないだろうね。でもプロの偽造屋が遺書の偽造に関わっているなら話は別だ。なるほど、蒼天堀の人弁士を探せば荻田やあの銃を持った男につながるかもしれない。はい、面白い。蒼天堀で聞き込んでみよう。あ、私です、沢村です。はるか、今大丈夫？はい、あの堀江さんは？大丈夫、一命は取り留めたわ、安心し。けど当分入院することになると思う。残念やけどあんたのマネジメントするんは無理やわ。そうですか。今後のあんたのマネジメントなんやけど、私が引き継ごうか思てんねん。え、山浦さんが？どうしてですか？私もあんたの夢の続き見てみたいんよ。それに堀江君や亡くなったパク社長にとっても、あんたがこのままメジャーデビューすることが一番の慰めになると思う。わかりました、ありがとうございます。そんでな、今日急やけどプリンセスリーグ決勝第2ラウンドをやるって連絡来てん。え、でも出演しても大丈夫なんでしょうか？万田さんも社長の件は耳に入ってる。その上で遥に出演してほしいって言うてきてんの。そうですか、わかりました。大丈夫そう？大丈夫です、やれます。そう、ありがとう。ほんなら私はダイナチアで待ってるから、遥も準備できたら来て。ほんならよろしく。はい、わかりました、よろしくお願いします。すっかりタレントだな、はるかちゃんも。そんな。
もしもし。社長、今大丈夫ですか？花ちゃんか。うん、大丈夫だけど。パク社長の件どうでした？なあ、話すと長くなるな。今度ゆっくり話すよ。ああそうだ、ちょうどよかった。急で悪いんだけどさ、花ちゃん、カムロ町で人弁師を見つけてくれないかな。人弁師？社長一体何してるんですか？それどう考えても支店のオープンには関係ありませんよね。ああまあ確かに関係ないけどさ、別件でそっちも片付けないとダメなんだ。私は手伝いませんからね。社長が自分で勝手にやってください。そう言わずに頼む。嫌です。こっちだって社長がいないおかげで片付いてない仕事が山積みなのに、どうしてそんなよくわからない頼みを優先させなきゃならないんですか？じゃあ肉まん買って帰るから。肉まん？そう、100個。しょうがないですね、今回だけですよ。助かるよ花ちゃん。で、カムロ町の任弁士なんだけど、明日には見つけられる？誰に向かって言ってるんですか？1時間もあれば十分ですよ。さすが。その任弁士と話したいんだ。俺の携帯に連絡よこすようにしてくれる？わかりました。これでいい。任弁士のことは任弁士に聞くのが一番だよ。俺は花ちゃんから電話が来るのを待ってるから、君はプリンセスリーグに出るといい。後でダイナチェアでお茶を。はい、わかりました。Thank you.
緊張する。頑張れ。ありがとうございます。楽しみだな。沢村遥です。彼女にしたいな。ありがとうございます。ドキドキする。俺何歳に見える？ありがとうございます。楽しみだな。沢村遥です。輝いてるよ。ありがとうございます。何話そう。ありがとうございます。やった。何話そう。沢村遥です。ちょっと待ってね。ありがとうございます。楽しみだな。ちょっと待ってね。ありがとうございます。何話そう。沢村遥です。ちょっと待ってね。色気があるね。ありがとうございます。かわいいんだろうな。よろしくお願いします。来たね、はるか。プリンセスリーグまであんまり時間ないけど、どないする？すぐにプリンセスリーグ行く？プリンセスリーグに行きます。うん、気合入ってんな。ほんならスケジュール表見て、プリンセスリーグの予定確認しとこ。よっしゃ、行こうか。はい。山浦さん、どうかしました？ほんまのこと言うとな、私テレビ局来るん久々やねん。
そうなんですか。うん、なんや緊張してきたわ。大丈夫ですよ、山原さん。ごめんな、私の方がしっかりせんなあかんのに。いいんです、行きましょう。控室はこの奥ですから。ほんなら私さっき行ってるわ。沢村。え？わしや、Tセットのマネージャーの中井さん。社長が死んだばっかりやのに、もうこんなとこにおるんか。ほんま、小さい事務所はなりふり構ってられんちことか。失礼します。ところで、お宅の社長、ほんまに自殺なんかな。敵の多いお人やったからな、パクさんは。あの人死んで、せいせいしたいう業界の人間もぎょうさんおる。自殺に見せかけて、誰かに殺されたんとちゃうか。これであんたに同情票集まったらシャレんならん。案外犯人はダイナチアの中の人間なんとちゃうか。やめてください。中井さん、私が T セットに勝ったら二度と私たちに構わないでください。約束できますか。ほんま、おもろい女やで。答えてください、中井さん。せやったらそっちもなんかかけてもらわなあかんな。沢村、お前が負けたらうちに移籍してもらう。それでどうや。まあ当然 T セットの後輩としてやけどな。あいつらが姉さんになったら今以上に可愛がってもらえるで。わかりました。ええな、約束したで。失礼します。なんでそんな勝手な約束したん。堀江君かて相手にせんのが一番やって言うてたやろ。黙っていられなかったんです、すみません。それがあの中井中マネージャーの手なんよ。前はこうなったらあいつらの鼻明かしたろ。あんたやったらできる。 T セット引きずり下ろしてまずは大阪のトップアイドルになるんや。はい。よし、ほんなら今日の衣装に着替えて。しっかり頼んだで。よっしゃ、バッチリ。ええよ、今日も決まってる。どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。皆様ご機嫌いかがでしょう。タイム司会のドルチェ神谷です。アイドルたちが繰り広げる仁義なき戦いは巷で大反響を巻き起こしちゃってます。早くもテンションクライマックス。トップアイドルへの登竜門、プリンセスリーグ決勝戦第2ラウンドを迎えました。対戦ルールは前回と同じ。会場の皆様は優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと自由に移動しちゃってください。ライブ終了時、あなたに近いステージのアイドルを支持したことになるので要注意ですよ。さあ、それでは第1ラウンドからデッドヒートを演じてくれた2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル、光る個性が混じり合い生み出す力は無限大。優雅な立ち振る舞いは王者の風格すら感じさせます。完全無欠の最強デュオ T セット。未完の大器はついにその片鱗を見せ始めたか。
ファンの予想をはるかに超えるスピードでステージに立つために進化する驚異のアイドル、沢村遥か。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは行っちゃいましょう。レディーゴちゃん。 T セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル。優勝の行方を大きく左右する第2ラウンドを制したのは、沢村遥かだ。ファイナルラウンドに向けて期待できる結果になったんじゃない？はい、とっても嬉しいです。ファイナルラウンドですが、自信はどう？抱負を聞かせてください。正直自信はありません。でも優勝したい気持ちは誰よりも強く持っています。だからファイナルラウンドでは私の思いを届けられるように精一杯頑張ります。アルカちゃん、サンキューです。
とても強い意気込みを感じるコメントでした。これはファイナルラウンド期待するしかないでしょう。さあいかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。よかったで、はるか。次はいよいよ最終決戦や。 D セットも必死で挑んでくるはずや。最後の最後まで全力で頑張ってこ。はい。うん、ほんなら蒼天堀戻ろ。ええ。せやけどほどほどにしや。私としてはほんまは空いた時間はレッスンに当ててほしい思てる。私もクリスティーナもいつでもスタンバイしてるから。ええな。はい、わかりました。よし、ほんなら行こうか。お疲れさん。私は先戻ってるわ。あんたは疲れてるやろし、ゆっくり帰ってきたらええ。はい、ありがとうございます。はい、沢村です。はるかちゃん、秋山だけど今大丈夫？秋山さん、はい、今収録が終わったところです。そっか。じゃあ疲れてるところで悪いんだけど、ちょっと話したいことがあるんだ。できればあのトレーナーの人も一緒に。山浦さんですか？山浦さんなら先にダイナチェアに戻ってるはずです。じゃあダイナチェアで集合ってことでいいかな？俺は入り口のところで待ってるから。わかりました。もしかして人弁士が見つかったんですか？期待させて悪いんだけど、それとは別件でね。じゃあまた後で。はい、失礼します。秋山さん、お待たせしました。悪かったね、疲れてるところ。いえ、大丈夫です。よし、それじゃあ行こうか。はい、じゃあ行こうか。お邪魔します。はるか、それに秋山さんも。秋山さんがここで話をしたいって。話？ああ、話ってのは他でもない、この事務所のことだ。山浦さん、あんたにも聞いといてほしい。ええ。それで事務所がどうかしたんですか？さっきパクさんの帳簿を見つけてね。うちが貸した金、金庫からなくなってたって話だったけど、実際はそうじゃなかった。帳簿で確認したよ。もう使い切っていたんだ。え？パクさんは遥ちゃんがプリンセスリングで優勝することを信じて、事前にデビューイベントを興行するための準備をしてた。ええ、それは知ってるわ。社長ずっと東京でライブイベントやるって話してたからな。でもさ、それがとんでもないのよ。パクさんは本当にとんでもないステージを用意してたんだ。3億もの大金が消えたわけも分かったよ。どういうこと？彼女の抑えていた会場は日本ドームだ。え？日本ドーム？新人のメジャーデビューイベントで？
そんな人数集まるわけないやん。彼女のことだから何かしら考えはあったんだろう。今となってはそれもわからないけどね。道理で社長が東京のイベント会場を教えてくれへんかったわけや。いくらなんでも無茶すぎるって。でも社長にとっては日本ドームでコンサートをやることが重要だったんだと思います。どういう意味？社長言ってました。アイドルだった頃の社長があと一歩のところで立てなかったステージが日本ドームだったって。多分あの場所にはいろんな夢が詰まっていたんだと思います。はるかちゃん、君はどうしたいんだ？社長が残してくれた舞台が日本ドームにあるのなら、私はそこに立たなきゃいけないと思うんです。パク・ミレイの夢を継ぐ最後のアイドルとして。けど言うても社長も堀江君もおらなどないもん。山原さん、あんたがいるじゃないか。私？遥かのマネジメントぐらいやったらともかく、コンサートの上なんか無理や。そんなノウハウ持ってへんもん。私もいますよ。クリスティーナさん。海外でもっと大きな規模のイベントを仕切ったこともあります。私が山浦をサポートしましょう。それに一度受けた仕事は最後までやり遂げるのがプロというものです。私の仕事は遥かを一流にすることでしたから。せやけどほんまにドームでライブなんてできると思ってんの、あんたら。パク社長のことです。会場を抑えただけなんてことはないはず。運営スタッフはすでに確保されていることでしょう。まずはそのあたりを確認していくんです。できるかできないかはその後判断しても遅くはありませんよ。山浦さん、お願いします。わかったわ。ほな、もう少し様子見てみる。ちょっと時間ちょうだい。秋山さん、その帳簿を見せてくれる？何がどこまで進んでるんか、お金の流れ見て方々問い合わせてみるから。それでこそダイナチアのスタッフですよ、山浦。ありがとうございます、山浦さん。今日からこの事務所のボスはあんただ。あんたならパクさんも納得してくれるはずだよ。堀江ちゃんもね。空を気に。はるかちゃん、後のことは山浦さんたちに任せて、君も自分なりの準備を進めるんだ。それが社長との約束だったんだろう。いいね。ありがとうございます、秋山さん。おお、かかってきた。はるかちゃん、多分カムロ町の人弁士だ。ええ。もしもし。スカイファイナンスの秋山社長。ええ、そうです。あんたの秘書って女の子から連絡もらってね。あんたと話せってさ。人弁士さんだね、カムロ町の。いちいち確認は取らなくていい。何か仕事か？悪いんだけど、頼みたいのは偽造の仕事じゃない。もちろん報酬は払うけどね。実は大阪の人弁士を紹介してほしいんだ。蒼天堀界隈にいないかな？何を頼むつもりだ？遺書の偽造。ある人の筆跡を真似て偽の遺書を作ってもらう。なるほど。それなら一人心当たりがいるよ。連絡先わかる？さあな、仲良しってわけじゃないんでね。ただ蒼天堀の方眼寺横丁にバークレストって小さな店があるはずだ。そこのマスターに聞いてみな。どうも。礼は花ちゃんから受け取ってくれ。よろしく。方眼寺横丁バークレストか。はるかちゃんの入れる店じゃないな。もう夜も遅いし俺一人で行くよ。いいね？ええ、わかりました。私はここで待ってます。何かあれば言ってください。
なあ、お、お気に。人弁士の言ってたバークレストって店だ。いらっしゃい。どうも。あんたよそもんか。なんでまたこんな小汚い店に。小汚い？味があって結構な店だと思うよ。注文は。そうだな、衣装を偽造してほしいんだけど。うちは酒しか出されへんで。なんか勘違いしてるんちゃうか。カムロ町の人弁士から聞いてきたんだ。俺はこういうもんでね。悪いがもう店閉めるとこや。帰ってくれ。愛想のないマスターだね。
おい。
もしもし。秋山さんか。お宅は？さっき店で話したばかりや。バークレストのマスター？はあ。やっぱりあんたが任弁士？いや、そうやないけど、あんたに会わせたい人間がおる。小副町の駐車場に来てくれ、今すぐにや。こっちの都合はお構いなし。嫌なら結構や。罠か。あんた何者や。名刺渡したろ。スカイファイナンスって金貸しやってるものでね。任弁士を探してる。ただそれだけさ。仕事は遺書の偽造やったな。一体どういうつもりや。何を探ってる。どういう意味だい。もしかして最近同じような仕事でも受けたのかな。あまり舐めた口聞けないようにした方が話がはかどりそうやな。奇遇だね。俺もそう思ってたところさ。死なん程度に痛めつけたれ。悪いけどこっちもいろいろあって気が立ってるんだね。遠慮せずにやらせてもらう。死んでも文句言うなよ。
これでやっと落ち着いて話せるな。くそ。ダイナチアのパク・ミレイ知ってるな。誰も助けに来ないぜ、こんな場所。時間はいくらでもある。素直に話さないとこれ以上優しくできないよ。わかった。彼女の衣装を偽造したんだろ。さな、ただ俺は衣装を偽造したい中客を人弁士に紹介しただけ。その客とは電話で話しただけで直接おたりはしてへん。ならその人弁士を教えろ。そいつのところへ連れてってもらおうか。わかった、案内しよう。もしもし。秋山だけど。はい、あの人弁士見つかりました？見つけるには見つけたんだけどね。ちょっとはるかちゃんに協力してもらいたいんだ。え、私に？何をすればいいんですか？それがちょっとね、高岩寺横丁のバークレストに来てくれないか。大至急だ。そこってカムロ町の人弁士に聞いたお店でしたよね。そういうこと。じゃあ待ってるから頼んだよ。ええ、わかりました。いや、待ってたよ。どうしたんですか、秋山さん。人弁士はこの店の上の部屋にいる。実を言うと、このマスターのお父さんなんだ。お父さんって…そうだったんですか。お世話になります。いや…それで、私は何をすれば…これからその人弁士に会う。とにかく一緒に来てくれ。ここだ。はい。モニターに君の画像があったんで、知り合いだと言ってみたらすごい興味を示してね。君をここに連れてくれば何でも話すと。これって最近の人弁士ってのはこんな仕事もやるらしいな、人弁士さん。あなた確か昨日のイベントも覚えててくれたやな。え、知り合い？はい、必ず私のイベントにやってきてくれる方なんです。それじゃいいですね。約束は守ってもらいますよ。ああ、何でも答えたる。ダイナチアのパク社長知ってますね？ああ、この子の事務所の社長さんの名前やろ。あなた、その社長の衣装を偽造しましたか？ああ。誰にそれを頼まれたんですか？客の名前はいつも聞かん。それがこの商売の基本や。せやから名前はわからん。どんな人でした？ちょうどあんたを一回り大きゅうしたような格闘家みたいな体格しとった。多分筋もんや思うけど。俺が事務所でやり合ったやつかもしれないな。パクさんが亡くなった夜に急に頼まれた。パクさん直筆の手帳から筆跡似せて遺書書いてくれ言うてな。多分その時にはもうパクさんは亡くなってたんや思うわ。その男に会いたい。
どこに行けば会える？今話したこと以外わしは何にも知らん。次にいつ来るかなんてわからんしな。それじゃどうしようもないな。ただその依頼人の男いっぺん町で見かけたことがある。車の中やったんやが、その依頼人の男が運転して、後部座席には別の男が乗っとった。多分その男がブスや。でもそんな情報だけじゃどうにも。この話はこっからがミスや。実はその後部座席に乗ってた男、最近テレビでよう見る顔なんや。誰ですか？勝谷直樹。今飛ぶ鳥落とす勢いの大阪芸能ってタレント事務所の社長や。大阪芸能？ダイナチェアとは商売敵になるわけだな。大阪芸能の勝谷直樹、そいつがパク社長を殺した黒幕なのか。わしが知ってんのはこれだけや。十分です。ありがとうございます。それはそうと、アルカちゃん、プリンセスリーグの決勝ちゃんと出るんやで。え？実はわしな、若い頃あたっとこの社長さん、パクさんの大ファンやった。社長の？こない偽物ばっかし作るような家業をしとるとな、作り物はすぐに見抜けるようになってまう。作り笑い、作り話、それに顔そのものを作られた人間、全部や。世の中偽物ばっかしや。テレビにしてもほんまのことなんかほとんどあらへん。けどな、たまに見かけるんや、ほんまもんの人間がありのままに生きて頑張っとる姿っちゅうの。そういう時、こんなわしでも心が救われる気するわ。民弁士さん、パクさんとハルカちゃんの笑顔には心がある。きっと世の中の業さんの人が見たいのはそういう笑顔や。頑張るんやで、ハルカちゃん。あんたにはパクさんの夢を受け継ぐ資格がある。またテレビの向こう側から最高の笑顔見せてや。はい。まだ何とも言えないけど、大阪芸能の勝谷って男に会ってみるしかないな。今から行ってみますか？いや、明日大阪芸能に直接乗り込む。会社にいる時を狙って不意打ちするのがいいだろうね。君は大阪芸能に顔が割れてるだろうし、俺が行くよ。それでいいね？ええ、お願いします。よし、それじゃあ今日のパクさん事件の調査はここまでにしよう。そういや腹減ったな。どうだい、たまには夕飯一緒に食って気晴らしでもしないか？こっちに来てからはるかちゃんとは暗い話ばっかりだったからな。何でもご馳走するよ。そうでしたね、ご馳走になります、秋山さん。よし、それじゃあ何食べようか。そうだな、大阪って言えばたこ焼きか。いや、夕飯でたこ焼きってのもなんだな。お好み焼きにするか。いや、ちょっと待て、よく考えたらはるかちゃん大阪に住んでんだもんな。そんなもの食い飽きてるだろうし。あの、秋山さん、私は何でも。大阪の名物って他に何がある？フグ？いや、焼肉か。いや、そりゃカニもあったな。え？いや、ダメだ、はるかちゃんまだ高校生、そんな年寄りが食うようなものを好きじゃないか。それなら、あの、ん？カニ、カニを食べてみたいです。え？カニ食べてみたいって、君一度も食べたことないんです、かまぼこ以外のやつ。はるかちゃん、よし、それじゃあカニ道楽行こう。
きなだけ本物のカニ食べていいぞ。はい。もしもし、山浦や。さっき蒼天テレビから明日のプリンセスリーグの交番表送られてきたわ。明日プリンセスリーグに出演してもらうで。ええな。はい。なあ遥、忘れてへんよね。負けたら大阪芸能に入るっちゅう約束。うん。あんた大丈夫なの？私大阪芸能には負けませんから。大丈夫です、任せてください。オッケー、わかった。ほんだら明日朝一で事務所来て、クリスティーナと私で最終確認のレッスンしよう。言うとくけど D セットチューンは心はクズでもダンスと歌にかけたらここ数年でもトップの実力を持ったコンビや。気持ちだけで勝てる相手やない。なめてかかったらあかん。ええな。はい、わかってます。ほんならおやすみ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。アポイントされた方のお名前と時間、お呼びする担当者の名前をこちらにご記入ください。アポは入れてないんだけどさ、社長に繋いでくんないかな。殺されたダイナチア社長パク・ミレイの件で話があるって。お待ちください。よろしく。社長、スカイファイナンスの秋山さんです。どうぞ。大阪芸能社長の粕谷です。スカイファイナンスの秋山と言います。先日亡くなられたダイナチアの社長の件だとか。ええ、そうです。どうぞ。うちとダイナチアさんとは確かに交流がありますが、どういったお話でしょう。勝谷さんは以前俳優をされていたんですね。これはまあインターネットで得た情報の受け売りですけど。ええ、一時期アメリカに行ってましたね。アクション俳優をしていたんですが怪我をしまして、以来俳優業からは足を洗って今は裏方を。きっと相当な演技派だったんでしょうね。どういう意味でしょう。芸能関係者独特のいやらしさなんて微塵も感じられない。むしろどこから見ても誠実そうなやり手青年実業家です。いや、本物以上にそう見えますよ。さっきも言ったように私はアクション俳優でしたから、残念ながら演技派じゃない。それより担当直入に本題を言っていただけませんか。先日のパク・ミレイが自殺したという件、俺は他殺じゃないかと思っています。他殺？失礼ですが、あなたは彼女とどういったご関係で。彼女にそれなりの額の融資をしてました。そうでしたか。債権者のお一人だと。まあ確かにパク社長の自殺は彼女の人となりを知る者には信じがたいことです。私も未だに自殺したということが信じられません。彼女が他殺だという証拠があります。彼女の遺書は偽造されたものでした。偽造？そして偽造屋にその遺書を書かせた謎の依頼人はどうやらあなたとつながっている人物のようです。なるほど。それでここまで押しかけてこられた。あんたが彼女を殺させたのか。なぜ私が。あんたの事務所とダイナチアには浅からぬ因縁がある。それに現に今もプリンセスリーグでしたっけ。確かあれでお互いの秘蔵っ子同士が争ってるはずだ。だから私が殺したと。少し冗談はお控え願いたい。パクさんの遺書を偽造したということについては。さあ、分かりませんね。ただ私もこういう仕事ですから、いろいろな人間と関わることがあります。もしかしたらその中にパクさんの死に関わっている人間がいたのかもしれない。ただ私には全く関係ないことだ。
どうぞ。これでお引き取りを。どういうことですか？口止め料？買収？名目はどう取っていただいても結構です。認めるということですか？そうではありません。だが身に覚えのない噂だとしても、人一人の死に関わっているなどと騒がれては商売に支障がありますからね。大阪芸能という組織のトップとして、その噂の火種、買い取れるものなら買い取りたい、そういうことです。どうも誤解されているようですね。俺はそんなもんのためにここに来たわけじゃない。勝也さん、なんて本当に演技が上手だね。もしそうなら今でも役者を続けていますよ。こちらも材料が少なすぎたようだ。あんたを見くびってた俺のミスです。今日はおとなしく引き上げた方が良さそうだ。疑いは晴れなかったようですね。でもそちらも収穫は何もありませんでしたね。でもあんたが手強すぎる人間だってことが分かっただけで収穫でしたよ。それじゃ。もしもし、秋山さんですね。あんたは？パク社長の自殺の件でお話があります。スカイファイナンスの事務所に戻っていただけますか？こっちの質問に答えてないが。少なくとも私は敵じゃありませんよ。それでは。さあ、次はどこのドイツだ？おはよう。ほんなら早速レッスン始めよう。プリンセスリーグの本番想定していくからな。いつもより難易度上げてくで。これがクリアできひんかったら T セットには勝たれへん。踏ん張りどころですよ、はるか。勝てば誰もがあなたを認めることになります。ただし負ければ、この事務所は終わりやね。あんたも大阪芸能に飼い殺しにされる。失敗すれば終わりなのはスターたるもの、いつだって同じです。デビュー前からこの緊張感を知るあなたは恵まれていると言えますよ。はい。準備はええか？よかったら始めるで。お願いします。ほな、始めようか。
しく長い道の果てにゴールがある。私は行くよ、夢に見てた次のステージ。たとえどんな辛いことがあってもちゃんと乗り越えられる。それはきっとここに君がいるから。たとえどんな距離が離れててもきっと寂しくないはずさ。いつでもここに君はいるから。悪ない動きやったわ。うまくいったよね。とうとう仕上がったな、はるか。ええ、素晴らしい吸収力です。やはりパク社長の目に狂いはなかったということでしょうね。ありがとうございました。そういえば、今日秋山さんは？ああ、山浦。気になりますか、あのイケメンが。そんなんちゃうわ。秋山さんは大阪芸能に行ってます。なんやで、なんでまた？大阪芸能の社長に話があるみたいなんです。山浦、そんなことよりそろそろ準備を始めた方がいいのではないですか？せやね。私らは事務所におるから着替え終わったら降りてきて。はい。はるか、そろそろプリンセスリーグの収録行こうか。準備できたらこれまで通りスケジュール表からプリンセスリーグ確認して。わかりました。はるか、ええか、今日 T セットに勝ったらあんたは日本中に顔が売れることになる。普通の生活には戻れんようになるよ。あら、決めや。やり残したことがあるんやったら今のうちに済ませといた方がええ。わかりました。いよいよやな。留守は引き受けました。はるか、初めて会った時言いましたね。ダンスは自らの心をどう表現するか、どう見る側に心を伝えられるか、それにかかっていると。楽しんできなさい。それがいい結果をもたらすでしょう。はい。よっしゃ、ほな行こうか。はい。はるか、中井さんと約束したんだってね。私たちに負けたら大阪芸能に来るんでしょ？どっちにしたってダイナチアは終わってるみたいだけどね。あんな、悪いんやけどな、後にしてくれへん？こっちもいろいろ準備があるんや。知らない顔がいるかと思ったら新しいマネージャーさん？そっか、マネージャーさんも確か大怪我したんだっけ。すごいね、はるかちゃん。あんたマジで疫病神なんじゃないの？嘘、なんだか怖い。
ちょっとあんたら、言うてええことと悪いことがあるやろ。やだ、おばさんムキになって怒っちゃってる。ほんと、やだね。ただの冗談なのにさ。やめてください。何を？私たち、なんかした？何もしてない。でも、それ以上言うと後であなたたちが辛くなるだけだから。何よ、まさか勝った気でいるの？行こう、ハルカ。この子らに何言うても無駄や。私、負けません。社長のためにも絶対負けるわけにいきませんから。いいわよ、その代わりうちに来たらたっぷり可愛がってあげる。今の言葉高くつくからね。ほんまに、あれが大阪のトップアイドルかいな。ファンはあの子らの一体どこがええねん。はるか、事務所命令やで。絶対あの子らだけには負けたらあかん。プリンセスリーグで大恥かかしたり。大恥だなんてそんな。でも分かりました。勝ちます、絶対に。せや、そうこな、社長や堀江君に合わせる顔がない。さ、ほんなら始めよ。今日の衣装に着替えて、気合い入れてや。うん、ええわ、ごつかいらしいわ。そんな風に言われると照れます。そうか、ほんならあとは本番あるのみやな。はい、どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。なあ、はるか。はい。この部屋出たらもう後戻りはできんよ。分かってます、一度きりの本番ですから。そういうことちゃうの。なんていうか、こう、もう普通の女の子には戻れんっていうか。え？ええか、はるか、よう聞いて。あんたはここで勝とうが負けようが、もう普通の高校生活は送れんようなる。勝てばメジャーデビュー。家におっても学校おっても、人の注目ん中生きていかなあかんようなってま。逆に負けたら負けたで恥さらしや。周囲が同情してくれるうちはまだええけど、それがそのうち蔑みの目に変わることもある。芸能界っちゅう世界は結局勝っても負けても地獄っちゅうこっちゃ。天国を味わえるんは一瞬しかない。それでもあんた、夢目指して頑張れるか。けど、もしあんたのほんまの夢が別にあるんやったら、ここが最後の選択になる。どないする？はるか、あんたほんまにファイナルラウンドの舞台に立つ勇気あるか？はい、覚悟は決まってます。どんな辛いことが待っていたとしても、やらないで後悔するのだけは嫌ですから。今はもうパク社長の夢は私の夢なんです。わかった、そうと決まれば、はるか、このファイナルラウンド絶対に勝って帰ってくるんやで。はい。ご機嫌いかがでしょう？タイム、司会のドルチェ神谷です。とうとうこの時が来ちゃいました。泣いても笑ってもこれが最後。プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの幕開けです。細かいルールはもはや説明不要でしょう。
優れたパフォーマンスでより多くの観客からの支持をゲットしたアイドルの勝利です。決勝戦もついにファイナルラウンド。この戦いで獲得したポイントが勝負の分かれ目になるのは言うまでもありません。戦いが終わった時、プリンセスの座を手に入れるのはどちらのアイドルか。それではご紹介しましょう。まずはこちらのアイドルから。完璧なスタイルに一糸乱れぬ完成されたダンスパフォーマンス。シンメトリの美しさに見る者全てが引き込まれる。二人の親和性は偶然、それとも必然か。今世紀唯一無二の究極ユニット、T-Z!迷いながら、苦しみながら、それでも歩み続けたプリンセスリーグの激闘の数々。強い意志を秘めた瞳が見つめる先にあるものは、紡ぎ出すは未来を描く決意の歌声。聴く者全てに希望を与える奇跡のアイドル、沢村はるか。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それではファイナルラウンド始めちゃいましょう。レディーゴちゃん。 T セットの2人、お疲れ様でした。
二組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。正直感動を抑えきれません。どちらも文句のつけようがないライブを見せてくれました。会場の皆様もそう思いますよね。しかしご存知の通り、この後の結果発表で優勝が決まっちゃうんです。皆様の気持ちは十分伝わってきます。ですが、はい、たった今集計が終わったようです。じゃあ結果発表の前に両アイドルにコメントをいただきましょうか。 T セットの2人、決勝戦を戦い終えて今の気持ちはどうでしょう？自分たちのパフォーマンスを出し切りました。結果発表が楽しみです。はるかちゃん、今のお気持ちは？結果発表はこれからですけど、今はとってもすがすがしい気持ちでいっぱいです。はい、二組ともありがとうございました。さて、いつまでも余韻に浸っているわけにはいきません。はるかちゃん、 T セットのお二人、そして会場の皆様、心の準備はよろしいでしょうか？よろしいですね。それでは結果発表です。プリンセスリーグ2012、数々の戦いを乗り越え栄えあるプリンセスの座に輝いたのは、はるかちゃん、見事今年のプリンセスに選ばれました。はるかちゃん、私、そうです、君が今年のプリンセスですよ。さて、はるかちゃん、プリンセスとしての最初のお仕事をしてもらいましょうか。会場に来ている皆様、そしてテレビを見ているファンにメッセージをお願いします。はい、わかりました。何もかも未熟な私が今ここでプリンセスになれたのは、応援してくれた皆さんのおかげです。会場にいる人、テレビの前で応援してくれている人、私を支えてくれている人、皆さんの思いが伝わってきたから私も信じることができました。どんなに遠く離れていても思いを届けることができるんだって。私の思い届いたかな？お送りしてまいりましたプリンセスリーグも、そろそろお別れの時間となってしまいました。会場の熱気も冷めやらぬ中ではありますが、この辺で失礼したいと思います。それではまた来年のプリンセスリーグでお会いしましょう。 Goodbye! See you next time! やったな、はるか。あんたほんまようやってくれたわ。社長と堀江君にも見せたかったわ、あんたの晴れ姿。山浦さん、さすが社長の見つけてきた逸材やわ。あんたやったらドームのイベントもきっと成功できる。社長との夢果たすことができる。そう思うわ、私はな。
ありがとうございます。せや、クリスティーナに事務所の留守番をしつけてきたんやった。はよ戻って報告せんとな。ええ、よし、ほな行こか。待ってよ、私たちに何の挨拶もなしに帰る気？どういうつもりや、まだなんか用か？さっきのステージオンエアをチェックしたわ。それ見てさ、ここで黙ってあんた返したら何する気や？違う、言っておきたいことがあるだけ。悔しいけどさ、あんたのパフォーマンス見てて引き込まれた。とっても良かったよ。私たちも楽してここまで来たわけじゃない、だからわかる。あのパフォーマンスができるようになるまでどれだけ練習を積まなきゃいけないかがさ、相当の根性がなきゃああはいかない。あんたら、それだけよ。それじゃ、ありがとうございました。私多分決勝戦があなたたちじゃなかったらここまで頑張れなかったと思う。だからやっぱバカよあんたは。え、ねえあずさ、そんなんでいちいち泣いてたらこの世界でやっていけないよ。でもそれがあんたの魅力なのか。でも私たちにも別の魅力があるって、プライドあるからね。そう思います。それじゃあもう行くわ。またね。はい、また。案外ええ子らなんやね。見直したわほんまに。ええ、さあ帰んで。戻ったら事務所で祝勝会やろ。ええな。はい。
どちらさんですかね。先ほどお電話差し上げたものです。お待ちしてましたよ、秋山社長。勝手に人の事務所に上がり込んで名前も名乗らない、フェアじゃないな。秋山さん、あなた、パク・ミレイさんは自殺じゃない、そうお考えのようですね。もう一度聞くぜ、誰なんだあんたは。警察組織の人間、そう思っていてくれれば結構です。そうは見えないけどね。まあそれはいい。警察の人間が俺に何の用だ。それもこんなコソコソした相方で。まず私の話を聞いていただきましょうか。パクを殺した犯人はダイナチェアでトレーナーをしていた荻田という男です。そこまではいいですか。続けてくれ。マネージャーの堀江をビルから突き落としたのも彼でしょう。しかし彼がダイナチェアの人間を殺した背景にはある組織が絡んでいる。私は今その組織を追っているんです。今回の事件、裏で糸を引いているのは近江連合のフロント企業として巨大な力を持つ大阪工業という会社です。大阪工業、バックに近江連合か。いや、この大阪工業というのが厄介な会社でね、決してボロを出さない。専務をしている金井家門という男が実動隊として動いているという情報以外、我々警察も何もつかめずにいる。金井？荻田と一緒に行動していたようです。人弁紙を使ってパクの遺書を偽造したのもその男です。なるほど、あいつか。我々警察は事件後彼らを泳がせて監視を続けています。近江連合は今7代目の後目争いで何が起きてもおかしくない状況でしてね。そういうわけでこれ以上あなたが首を突っ込むのはやめていただきたい。本当かい？俺には首を突っ込めと言ってるようにしか聞こえないんだけどさ、あんたの目的は何だ？忠告はしましたよ、秋山さん。いろんなのが出てくるね。まったく、大阪工業に近江連合か。パクさん、あんた何に巻き込まれちまったんだ。儲かってまっか、スカイファイナンスは。またあんたか。今度は話せる人間を連れてこい。そういやあんた、袴田さんだっけ、近江連合の人間だったな。そうや、近江の怖さ知るんはこれからやで。グッドタイミング。は？実はさ、近江連合のフロント企業っていう大阪工業って会社で専務やってる金井って男に会いたいんだけどさ、ちょっと案内してくれない？大阪工業やと？お前どこでその名前を？答えは？これはただの仕返しだけはすまんようになったな。なるほどね、やっぱりそういう感じの間柄なんだ。何を調べようとしてんのかわからんけども、その名前が出た以上しっかりその口塞いでおかんとな。死ねえ！Yeah!
さてと、それじゃあ家内に会わせてもらおうか。何する気やお前。あんたには関係ない話だ。家内はどこに行けば会える？確か蒼天堀から車で1時間くらい行ったところに大阪工業のオフィスがあったはずや。そこに行けば会えるんとちゃうか。ふん、ずいぶんと町から離れたところにオフィス構えてるんだな。そらそうや。あない物騒なもんが町ん中にあったら大変やろが。ん？まあ専務ともなれや外回りの仕事は下っ端に任せて、普段はオフィスでデスクワークでもしとるんとちゃうか。デスクワークね。俺が言うのもなんだけど、そんなたまには見えなかったけどな。いずれにせよこちらから出向くしかなさそうってことだな。ああそうそう、あんたと会うのももうこれっきりにしたいんだけどね。いいよな。わかった。俺もよ、もうあんたの顔には飽き飽きしてたとこや。やっと意見があったな。ここで間違いなさそうだな。なるほど、こういう場所なわけね。誰や。関係者以外立ち入り禁止いう文字見えへんかったが。いや、お宅の専務さんだっけ。金井さんって人に用があってお邪魔したんだけどさ、お取り次ぎ願えない？金井やと？そうか、やっぱりな。やっぱりって何？ここの専務を金井がしとるっちゅうことを知ってる奴の職業は二つや。一つは大阪工業の社員、もう一つは府警四課の連中だけや。なんだよ、あの刑事に一杯食わされたってことか。こうなったらどう言い訳しても分が悪そうだ。力ずくで通させてもらうぜ。ここがどないな場所なんか分かっとんな。いわゆる参拝でしょ。それも処理なしで放置するだけの悪質なやつ。そこまで分かっとんなら話は早い。お前の死体そこのスクラップの山に生ゴミとして放置したるら。Yeah.
その怪我、金井にやられたんや。金井に？お前ら仲間だったんじゃないのか？絡めでいろいろあったからな。金の恨みか。いや、そんなんやない。あんたはどう思ってるか知らんが、あの女は最悪だったぜ。常にプロの仕事を要求してきやがるくせに、ギャラは最低。おまけに途中で契約解除されても違約金さえ取れない契約を結ばれた。それが普通だろう。芸の世界というのは数字で結果が出る世界じゃない。何をもって仕事とするか明確にするのが難しい世界だ。パクにも同じこと言われたわ。その恨みでパク社長を殺したってのか。堀江ちゃんにまで手をかけて。いや、そうやない。実はある仕事を頼まれたんや。仕事？ああ、実は俺はこの大阪工業系の闇金に
多額の借金があってな。バクに契約を解除されて金がないから返済を待ってくれって言ったら、逆に仕事を頼まれたんや。あるものをパクから奪ってきたら借金をチャラにしてくれるって。あるもの？パクが別れた元旦那から受け取った手紙や。なんだそりゃ、どういうことだ？連中はパクの元旦那ってのを探し出そうとしてるらしい。パクの手紙からその居所をつかもうとしとんや。とにかく俺はダイナチエの事務所に忍び込んでその手紙を探した。カネイっていう、あんたともやりようたヤクザと一緒にな。ああ。だが結局手紙は見つからんかったわ。それで俺らはパクが事務所に戻ってくるのを待った。戻ってきたパクを捕まえて手紙のありかを聞き出そうとしたんや。でもあいつは口を割らずに逃げ出そうとした。ここで逃げられたら俺は終わりや。そう思って夢中で追っかけて、気がついたらパクの頭を廊下に叩きつけとったわ。それっきりあの女は動かなくなってもうた。クソ、なんてこと。自殺の偽装は全部金井がやった。恐ろしく手慣れとったで。他殺の証拠が残ってたら事件現場にあったものは何でもかんでも警察に押収されちまうからな。その間になんとか手紙を探し出してパクの元旦那の居所を突き止めるつもりやったんや。だから自殺に見せかけたってわけか。堀江ちゃんを殺そうとしたのはなぜだ？堀江を殺そうとしたんは金井や。手紙のありかを吐き出させようとしたん、堀江は何も知らんの一点張りや。そして揉み合った挙句突き落とされたんや。パクさんの別れた旦那ってのは一体何者なんだ？そこまでは知らん。俺が知ってることは全部話した。なあ頼む、俺も被害者なんや。死にとうない。全部洗いざらい警察に話す。せやから俺をこっから連れ出してくれ、頼む。お前に被害者面されちゃパクさんが浮かばれねえよ。頼む、死にたくねえ、助けてくれ。今から騒ぎが起こる。逃げたきゃその隙を見て勝手に逃げりゃいい。なんやあんた、何する気や。もともとは金井に会いに来たんだが、お前と話して奴を殴らなきゃいけなくなったんでね。やめとけ、あんた少しくらい腕が立つからって。金井はあいつは化け物や。早くこっから出た方がええ。このまま手ぶらじゃ帰れないんだよ。金井は施設の中か。だったらどないする。通させてもらうぜ。おもろいこと言うやないかい。なかなか笑えるで、東京も見しちゃ。ああそうかい。こっちは今カッカ来てるんだね。やるなら死ぬ気でかかってきな。よう言うたわ、上等や。Touch it!
ところで死んでもらここまで。これで鬼太を。まさかそっちから来るとは思ってへんかったわ。やっと出てきたな、カナイ。あんたのことは調べさせてもらったで、秋山さん。カムロ町の金貸しや、そうやな。何の用や。あんたをぶちのめしに来たんだ。パクさんからよろしく頼まれてんでね。ああ、なんやと。そうや、俺もあんたに聞きたいことがあったんや。あんた、パクの元旦那の手紙、どこにあるか知っとるか。知らないね。知ってたところであんたには渡さないけどな。そうか。そしたら、やっぱあんたには用がないの。何？
本気だ。秋山は例の手紙の件あんたが知らんねんやったら、やっぱしあの子に聞くんがええんやろな。何？沢村春か。パク社長が可愛がっていたようやしの。なんだと？今頃はもううちのもんがさらってきとるとこやろな。わしがゆっくり聞き出したろ言うんや。ほな。カナイ、やめろ。あの子に手を出すな。クソ、どけ。もしもし、はるかちゃん、俺だ、秋山だ。山浦です。山浦さん、はるかちゃんはヤクザみたいな連中に連れてかれて。クソ、あいつらいきなり事務所に押し込んできて、はるかを。あんたとクリスティーナは無事か？なんとか。それよりどないしたらええ？警察には通報した？通報したら殺すって言われて、もうどないしたらええか。はるかちゃん、ああ、ご苦労さん。で、手紙は見つかったんかいな？それがこのガキ、一言も口を聞こうとしないんで。だったらさっさと口割らせんかい。遊んどる暇ないんじゃ。おとなしゅう吐けや。持っとるんやろ、ダサな社長の二の舞やさ。邪魔すんなや。悪いな、俺もお前を相手に手加減できるほどの余裕はないんだ。会長。ちょっと
おっさん。よーてめえこの野郎、通行料払えよバカ野郎。秋山さん。ハルカちゃん。いえ、まだ警察の方からも連絡ありません。そうか。クソ。秋山さん、何が起きてんの？ハルカを連れてたあの連中なんや。大阪工業って組だ。奴らはパク社長が別れた旦那から受け取った手紙を欲しがっている。ハルカちゃんがその手紙を持ってると思ってんだ。そんなもののために？まさかそれで社長も堀江君もその大阪工業が。ああ、なんてこと。このまま何もできへんの？うちら。はるかちゃんがどこにいるのか手がかりはゼロだ。動きようがない。失礼します。お前、勝也。はるか、はるか。眠っているだけです。怪我はありません。どういうつもりだ。この度は御社の大事なお嬢さんを大変申し訳ございませんでした。私はね、秋山さん、大阪芸能の社長であると同時にもう一つ裏の顔を持っています。近江連合本部長直参、大阪工業会長という顔を。パク社長と堀江さんを手にかけた金井という男は私の部下です。お詫びのしようもない。ふざけるな。信じていただけないかもしれませんが、私もその事実を知ったのはつい先ほどなんです。ですが我々の目的はあくまで手紙だけ。パク社長の別れた夫を追う必要があったんです。何者なんだその男は。彼女の別れた夫、それは東条会の大幹部真島五郎です。なんだと。真島は先日札幌で死んだはずでした。しかし実際は生きている。我々は組織を挙げて真島の行方を追っています。その真島がパクさんに会うため手紙を送っていた。我々はその中身を知りたい。手紙なんか知らない。そこのお嬢さんならご存知のはずだ。なぜそう思う。彼女の持っている万年筆です。パクが何より大事に持っていたものだ。彼女はそこのお嬢さんに自分の全てを託した。私はそう見ています。あんたは一体。パク社長と私とはかつて同じ業界で生きた。
十数年来の友人、いや戦友とも言うべき仲でした。だから私にとっても彼女の死は辛く悲しい出来事なんです。遥さんが目を覚ましたら手紙を私に渡すよう言ってください。それがお互いにとってベストの選択です。ずいぶん勝手な言い分だな。分かっています。だがヤクザとはそういうものだ。できればいい返事を期待しています。これからどないすんの、秋山さん。とりあえずは遥ちゃんが目を覚ますのを待つ。ただ手紙があろうがなかろうが、この町にじゃ俺たちに逃げ場はない。大阪出る気？明日の朝一番で遥ちゃんを連れて神室町に行く。あそこなら東条会の力があるから、近江連合も迂闊に手が出せないし、何より彼女にはやらなきゃならないことがある。それって日本ドームでのイベントのこと？そうだ。それをやらなきゃ意味がない。何としてもパクさんの夢を叶えてやらないと。もともと東京に行くつもりやったけど、まさかこんな形になるとはな。とにかく今は遥ちゃんが目を覚ますのを待とう。わかったわ。もしもし、沢村遥さんですね。そうですが、メールを見たんですけど、どなたですか？大阪芸能の社長の勝也です。一体何の用ですか？パクさんが旦那さんからもらったという手紙を渡してほしい。今君の手元にあるはずだ。どうしてですか？お断りします。君はパクさんを殺したのが私らだと思っているようだね。まあ何を言っても信じてはくれないだろうが、それじゃあ不本意ではありますが、脅迫するしかないですね。脅迫？実は君のことを調べさせてもらいました。君のような素晴らしい才能をパクさんが一体どこから発掘したのか興味があったものでね。君沖縄から来られたそうですね。朝顔という養護施設で育ったとか。そうですが、それが何か？その施設の前の経営者の名前を知って驚きましたよ。桐生一馬。まさか君があの伝説の極道の身内の人間だったとは。東条会との構想から数年が経ったとはいえ、我々近江連合の内部にも彼に恨みを持つ人間は未だに多い。もし桐生さんの居場所が知れたら、仕返しに向かう者が出ないとも限らないでしょう。ひょっとしたら彼をおびき出すために朝顔に手を出すくらいのことはやりかねません。そんな、朝顔はあの手紙と関係ありません。だが脅迫というのはそういうものだ。どうでしょう、桐生さんの命と朝顔の存続、パクさんが残した手紙と交換といきませんか？そんな、君のアイドルとしての才能は私も買っています。本来なら順調にメジャーデビューを飾ってほしい。でも私もなりふり構っていられる状況じゃないんでね。どうですか？わかりました。その代わり手紙を渡したら、今後二度と私たちに関わらないって約束してください。関わらないね。でも現実的には無理ですよ。
君とはまた現場でお会いすることもあるはず。同じ業界の仲間としてね。まあその時私に向かって笑顔が作れるくらいじゃないと芸能界では生き残れませんよ。それが芸能界、君が首を突っ込んだ世界です。手紙の受け渡し場所ですが、新大阪駅の23番ホームまで来てください。新大阪駅？ええ、私もスケジュールが詰まってましてね。申し訳ないが、そこまで私に来てほしい。ああそうそう、もちろんお一人で来てください。私も一人で行きます。本当ですね。約束します。では待ってますよ。はる、気分はどうだい、はるかちゃん。大丈夫です。もう怖い思いしたね。俺がついていながらすまなかった。いえ、そんな。ねえ、はるかちゃん、パク社長の元旦那からの手紙って君が持ってるのか？ええ、場所は社長の金庫の中に、帳簿が入ってた金庫です。鍵はこれです。待ってて、持ってくる。参ったな、あそこにあったのか。俺も迂闊だったよ。はるかちゃん、手紙はもう読んだのかい？いえ、読んでません。そっか、差出人はね、君も知ってる人だったよ。え？真島五郎、東条会の大幹部、真島の組長がパクさんの別れた旦那だったんだ。そうだったんですか。勝也の狙いは手紙の中身、行方をくらませている真島組長の居所だったんだ。奴らは真島さんの手紙を渡せと言ってる。あったわ、これやね。この手紙、私が預かっててもいいですか？いや、しかし、いやそれじゃ君が狙われ続けることになっちまう。大丈夫、私に考えがあるんです。任せてもらえませんか？そうか、わかった。じゃあ私、今日はもう家に帰ります。なんだかちょっと疲れちゃって。ああ、ほんなら私が車で送るわ。心配ないですよ、もう一人で大丈夫ですから。そう？あんまし無理せんと。辛い時は辛いってちゃんと言うんやで。はい、ありがとうございます。それじゃあ失礼します。秋山さん、どないしたん？さっきから浮かへん顔して。はるかちゃん、何か隠してるな。え？何のこと？目が覚めた後からずっと様子が変だった。ひょっとしたら勝也に先手を打たれたかもしれない。ひょっとしてさっきの？どうした？さっきはるかが目を覚ます前、部屋から鼻血声が聞こえました。新大阪駅って言ってたよな。新大阪駅？誰かと電話してたのか？本当にそう言ってたのか確信は持てませんが。他に手がかりはないしな。しょうがない、今はそれにかけるか。すぐに後を追いかけよう。
また会うたな。この列車は大阪工業の貸し切りや。あんたも乗るんか？勝谷社長は？おらへんで。さあ、手紙を渡してもらおうが。いやです。私が約束したのは勝谷社長です。でも、一人で来るって言ったのに約束を破った。もう手紙は渡しません。ごちゃごちゃ言うなや。そもそも会長のやり方は甘い。わしらその手紙一つのために散々振り回されとんのや。この後に及んでも偽物捕まされた日には無駄骨もいいとこや。わかった。渡さんのやったらお前ごとさらうまでや。さっさと乗りや。そんな。いいやないか。どうせこないな状況じゃデビューコンサートなんかできへんのや。わしらに東京観光の案内でもしてくれや。手紙もろた後でな。ん？何やその顔は。まさかまだコンサート諦めてなかったんか。ガキのくせにどこまで強欲やね。の手紙はそんながやな。いや、返して。これやな、間違いなさそうや。返して。よし、オーナー行くで。ちょっと待った。秋山さん。ああもう走るとしんどいね。もうタバコやめるか。またお前か。一体何やねん。お前には関係ない話やろが。関係ならあるさ。ああ、俺にはパクさんから引き継いだ夢があるんだね。夢やと？はるかちゃんが日本ドームでコンサートすることはパク社長にとっての夢だった。そしてその思いは俺が受け取った。その子の夢は俺の夢でもあるんだよ。なんやそれ。お前らの世界にもあるだろう、親の夢を子が継ぐ。最近のヤクザったらそんな教育もしてないのか。貴様、夢ってのは人から人へと受け継がれていくもんなんだ。だからはるかちゃんの夢をお前たちに潰させるわけにはいかない。青臭いこと言いよって。この世界なんぼ夢見ても力のある者にはかなへん言うこと教えたるわ。おう、お前らこのガキいてもたれ。はよ楽にしたる。Oh!
檜山さん。はるかちゃん、俺たちに黙って解決しようとしたことは後でたっぷり説教してやる。だけどどの道俺も君を東京に連れて行くつもりだった。え、どうしてですか？さっき言っただろ、君は東京に行ってコンサートを成功させなきゃならない。それがパクさんの夢であり俺の夢であり君の夢だからだ。夢ってのは叶えなきゃならないもんなんだよ。はい。それに大阪にいてもまた近江連合に襲われ続けるだけだ。それよりは東上会の力があるカムロ町に行った方が安全だと思う。わかりました。よかった、納得してくれて。私も社長と約束したんです。コンサートの前の日、待ち合わせ場所に行って社長の代わりに旦那さんに会うって。でもこうなった今は社長が亡くなったこと、辛いけど伝えなきゃいけないし。そうか、よし、それじゃあすぐに向かおう。この新幹線に乗ったら東京で近江連合の奴らが待ってるかもしれない。タクシーで東京に行こう。はい。会長、すんませんでした。どうして勝手に行動した？沢村遥とは俺が一人で会いに行けば手紙を渡すよう話がついていた。そのことはお前も知っていたはずだ。それはまたあの秋山という男が出しゃばってきよると思ったもんやさかい。俺の手に余ると？ちゃいます。ただわしらも予防線張っておこう思て。だがその結果お前たちは秋山に敗れ、手紙を手に入れることもできなかった。まあお前も組のためを思ってやってくれたんだ、それを責める気はない。元はといえば俺が片木の仕事に手一杯で極道の仕事は任せっきりだったのが原因だ。いえ、そんな。チャンスはまだある。次こそ逃さなければそれでいい。芸能界で仕事してるとよ、顔が気になって仕方ねえんだ。アイドルってのは所詮ただの幻。中身がどうであれファンの目に映るのは外面だけ。だから俺はいつもアイドル志望のガキを審査するときは人を引きつける何かが顔ににじみ出てるかどうかで判断する。顔が大事なのは極道も同じ。いくら脅し文句並べたところで顔に怖さがにじみ出てなけりゃ片木の人間はこれっぽっちもビビりやしねえ。ましてや沢村遥はあの桐生一馬に育てられた少女、それこそ極道なんて見飽きてるくらいだろうよ。お前があのガキを脅した結果どうだ、ビビって手紙を差し出してくれたか？違うよな、ビビるどころかますます渡してくれなくなっちまった。つまりな、お前は全然怖くねえんだよ。沢村遥に舐められてんだ。極道ってのは人に恐れられてなんぼだろうが、脅すんだったら一度でちゃんと決めてこいや。
こうなったらどんな手を使ってでも手紙は奪い取る。俺たちも東京に行く。はい。それにしてもまさかこの俺がここまで熱くなるとは驚きだ。あれだけ極道という世界が嫌いだったのに、目の前に近江の跡目という餌をぶら下げられたら食いついちまうんだからな。会長、真島は俺が必ず始末する。きっちりとな。日本ドームでのコンサート終了後、お会いできること楽しみにしております。当日は一人で参上するので遠慮は無用に願います。真島五郎。社長。